中華製ゲーム機にやたらと力を入れているゲームグラフィック TV。 今回は一部のゲーマーの間で話題になったあまりにも狙いすぎたスタイルのファミコン互換機 FC ポケット。最初から日本人をターゲットにして作られた携帯ファミコン互換機を見ていこう。Thanks to all creators. It is the beginning of gaming graphic TV. これまで数多くの液晶搭載携帯ファミコンが登場し、一部のマニアの間で話題になっていた2013年暮れにコロンバスサークルから発売されたのが FC ポケットである。現在日本で出回っている携帯ファミコン互換機は主に海外市場での流通を考えて作られたものがほとんどだったが、この FC ポケットは最初から日本での流通を考えられて作られたもので、そのスタイルはファミコンのコントローラーをモチーフにしたもので、一見するとバカでかいゲームボーイミクロファミコンカラーに見える。内部基板も専用のものを使用しているようで、他の携帯ファミコン互換機とはやや構成が違っている。俗に日本ではチミ毛量と呼ばれる UMC 製ワンチップファミコンのコピー基板でほとんど動かないとされるハッカーインターナショナル製ロムカートリッジも動作できる。ただし相変わらず拡張音源チップや特殊メモリーコントロールチップを搭載したロムカートリッジは動作がいまいちで動かないものがほとんどである。基本スタイル以外他のファミコン互換機と大して変わらない互換性と言えるだろう。近年のファミコン互換機ではおなじみの十字キー中心の軸が短く、ふにゃふにゃな操作性も相変わらずだが、一応十字キーであるため他の互換機よりはいくらかマシである。この軸の中心に穴を開け、ちょっと長めのビスを差し込んでやると劇的に操作性が上がる。ゲーグラスタッフの所有する FC ポケットも軸を改造したことでオリジナルファミコンに近いコントロール性を手にすることができた。まああくまで近いだけで、ボタンを検知する内部のゴムが硬く、オリジナルに比べるとだいぶ違和感がある。本体にはミニジャック式のコンポジット出力のほか、イヤホンジャック、DC アダプター用のコネクターが配置されており、アダプターは他のファミコン互換機の一部でも使用されるとされている PSP 用のものが代用できてしまう。ゲームグラフィック TV。さて、最も重要視すべき液晶の性能だが、他の携帯ファミコン互換機を含めトップクラスの性能を誇っている。非常にクリアな画面表示が可能、中国製とは侮れない性能だ。ロムスロット部分は海外版ファミコン、任天堂エンターテインメントシステムのロムに合わせてあり、かなり大きい。そのためファミコン用のロムを挿入すると隙間ができ、工作精度の悪さからロムがずれて挿入され起動できないことも多々存在する。前述した通り PSP 用のアダプターが流用できるが、基本単4電池4本で駆動させる仕様である。
ゲームグラフィック編集部でもロングランテストを行ったが、なかなかのバッテリーの持ちで4時間近く稼働し続けた。ここら辺もなかなか優秀である。ファミコンのコントローラーをモチーフにしたスタイルを持っているため、全体が角張っているなど異常に厚みがあるため、ホールディング性はお世辞にもいいとは言えない。長時間プレイしていると手のひらが痛くなってくる。最近のゲーム機に慣れているせいか、無意識に LR ボタンを探してしまったりもした。前述した通り、基板構成が他の携帯ファミコンと違っており、メイン基板の脇に独立する形でボタン用の基板がサイドに設けられている。これはなかなかメンテナンス性が高く悪くない設計だ。まあこんなマニアックな情報は必要ないであろうが、改造を前提に購入した人にはなかなか良い基板構成と言える。完全に狙ったスタイルばかりが話題になる FC ポケットだが、それなりに遊べるゲーム機ではないかと思う。ドンキーホーテなどで購入できる携帯ファミコン互換機よりは趣味性もあり、それなりのソフトの再現性も持っているので、ちょっとしたお遊びに購入してみるのも面白いと思う。ただ、全国的な販売価格が5000円を若干超える程度の設定がなされているため、そこら辺高いと見るか安いと見るかで評価が変わるところだろう。ただ懐かしい気分に浸れるのは間違いなく、ネタハードとしてはかなり面白いゲーム機であるとゲーグラスタッフは思うところである。